和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21。今週も始まりました。脇谷佳奈子です。三浦君です。よろしくお願いします。それでは早速今週の特集を紹介しましょう。前半は南紀エリアの活性化を目指し、県と市町が一緒に取り組むスポーツ合宿誘致について紹介。後半は日本人女性初の金メダリスト前畑秀子さんを主人公にしたドラマ誘致の活動などをリポートします。今週も県政の話題と和歌山県の情報を詰め込んでお送りいたします。それでは紀の国21スタートです。前半は南紀エリアの活性化を目指し、県と市町が一緒に取り組むスポーツ合宿誘致について紹介します。7月の放送では田辺スポーツパークで行われたパラリンピック陸上競技日本代表候補の強化合宿の模様などもお伝えしましたが、県では去年開催された紀の国和歌山国体大会を機に多くのスポーツ施設が新設整備されました。はい、充実した施設や豊かな自然環境などスポーツに親しむ環境に恵まれた和歌山、それらを生かして地域を盛り上げようという取り組みが南紀エリア広域連携スポーツ合宿誘致プロジェクトです。まずはこのプロジェクトの概要や目的について西室振興局前田主査にお聞きしました。和歌山県の支援制度の一つに、地域資源を活用して地域づくりとか、地域の活性化につなげていくような活動を支援する、我が町元気プロジェクト支援事業という支援事業が あります。今回その、支援事業を活用しまして、南紀エリアの5つの、市町、田辺市、みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町の5つの市町で組織する南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会という協議会が、広域連携によるスポーツ合宿の誘致というのに取り組んでおられます。この南紀エリアは国体開催で、スポーツ施設が整備改修されまして、たくさん集積しておる地域で、また温暖な気候と、自然にも恵まれてて京阪神から近距離に位置するということで、スポーツ合宿の誘致にはすごく適した土地だと思いますので、この取り組みを支援することによって地域の活性化につなげていきたいと思っています。8月3日田辺市の西室振興局で南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会の第2回ワーキンググループ会議が行われました。県では田辺市、みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町の1市4町と南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会を組織し、去年の紀の国和歌山国体、紀の国和歌山大会の開催に合わせて整備された各スポーツ施設を生かし、南紀エリア全体でスポーツ合宿大会を誘致していくための取り組みを進めています。この日の会議では各市町の担当者が出席し、秋に高知県で行われる視察研修や首都圏で予定されている合宿誘致に向けたプロモーション商談会について活発な意見交換が行われました。スポーツ合宿の誘致に向けて首都圏でのプロモーションなども計画されているんですね。はい、そうなんですね。充実した施設や豊かな自然環境など県外の多くの皆さんに知っていただくことが大切だと思います。続いては実際にスポーツ合宿受け入れを行っている市町の中から今回は上富田町を訪ねました。まず訪れたのは上富田スポーツセンター。各種スポーツの公式大会にも利用されている充実した設備と規模を備えた県内屈指のスポーツ複合施設です。
こちらで南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会の谷会長にスポーツ合宿誘致に向けたこれまでの取り組みや実績についてお聞きしました。この協議会は、平成25年度、25年ですね、発足しまして、で本格的に、活動が開始したのが、平成27年度からということになります。でまず和歌山国体、和歌山大会が開かれましたんで、その時に多くの選手や競技団体の役員さんなりお越しいただきますので、まずその方々に PR をということで、パンフレットの作成と、そしてホームページの、作成して、でパンフレットは来ていただいた方々にお配りするということで周知を努めてまいるということで、その中には、各参画しました市町の競技施設、そして、それに賛同していただいている宿泊施設とか運送関係している旅客業者で、お弁当や仕出しを行っている弁当、そういった業者にも協力いただいて、パンフレットとかそしてホームページを作成したところでございます。次に特に関西圏内の大学、そして、旅行業者等に出向いていきまして、こういった施設があります、こういう条件が整ってますということで PR 活動、誘致活動に努めているというところであります。平成25年に、26,000人の合宿、県外からの誘致があったんですけども、それを国体に向けて整備改修しました施設を有効に活用ということで、しまして、平成27年度には、46,000人という成果が上がっております。この日は3泊4日の日程で京都産業大学サッカー部の合宿が行われていました。京都産業大学サッカー部が合宿を行うのは今回が初めてで、大学に向けての合宿誘致プロモーションがきっかけで実現したものです。今順調に、合宿の参加される方が増えているわけなんですけども、こういった施設をもっともっと PR しまして、平成29年度には6万2000人を目標に今取り組んでいるところでございます。でそれと加えまして、串本町さんもこの協議会に、参画していただくという意向も示されておりますので、それを含めればもっともっとこの紀南の地がそういった合宿に訪れる方が増えて、でそれにつながる地域活性化にも結びつけていけるのではないかということで、取り組んでいくところでございます。続いて訪ねたのは料理店若松屋です。スポーツ合宿チームなどに提供する紙とんだスポーツセンター弁当を販売しています。スポーツセンター弁当は、スポーツにこう特化した必須アミノ酸、いわゆる BCAA というんですけども、それに特化して、子どもさんとか、もちろんその小中高、大人の方も含めて瞬発力であったりとか持久力であったりとかっていうのを必要な分だけそのお弁当を食べていただくことによって摂取していただけるような、お弁当に仕上がっております。全部で今のところ5種類あります。で町内の各、6事業所で、全てのメニューを統一化しまして、あと、味に関してはちょっと各店舗のオリジナルになるんですけども、そういうところでちょっと今取り組みをさせていただいております。ボリュームがあるとか豪華ですよっていう声もたくさんいただいておりまして、各事業者さん皆さん喜んで今取り組みさせていただいております。年々こう食数の注文とかも増えてきまして、需要が増えてきたといいますか、皆さんに喜んでいただいておりますんでね、ますますこれからできればこう地元のものをね中心に使っていきながら、子どもさんにも安心安全でこう安心して召し上がっていただけるようなねものができればなっていうのが一番の目標に思っております。スポーツ合宿を誘致しようと様々な取り組みで地域を盛り上げるこのプロジェクト、最後に今後の展開について西室振興局前田氏さんにお聞きしました。現在取り組んでいます、この取り組みを
継続していくことによって、スポーツ合宿といえば南紀エリアと言われるように、なっていければいいなと思っています。そのためにも積極的なプロモーションを継続していくことによって新規のスポーツ合宿を誘致するというのは当然なんですけども、それだけではなくて、すでに来ていただいている方々にリピーターになっていただくっていうことがすごく大事かなと思っております。来ていただいた方々に満足していただけるようなおもてなしができるように、官民一体となって受け入れ体制の強化に今後もつなげていけるように、県も継続して関わっていきたいと思っています。南紀エリアは気候も温暖でスポーツ合宿には好条件ですよね。そうですね、うん、そして神飛んだスポーツセンター弁当、はい、栄養バランスがいいだけじゃなくてボリュームもあって美味しそうでしたね、はい、ハード面ソフト面の両面からサポートが可能ということで、スポーツ団体や大学へのプロモーションの成果が上がっています。はい、今後も期待したいですね。はい、紀ノ国21、前半はスポーツ合宿誘致で地域を盛り上げると題してお送りしました。紀ノ国21、後半は日本人女性初オリンピック金メダリスト前畑秀子と題してお送りします。現在開かれているリオデジャネイロオリンピックでは日本代表選手が大活躍しています。はい、前畑秀子さんはその選手たちの大先輩、80年前のオリンピックで日本人女性として初めて金メダルを獲得した水泳選手です。はい、当時のラジオ放送で実況のアナウンサーが前畑頑張れ前畑頑張れとレースの模様を伝えたエピソードは特に有名ですよね。そうですね。その前畑さんを主人公にした NHK の朝の連続テレビ小説、いわゆる朝ドラの誘致を目指そうという活動が今前畑さんの出身地橋本市で進められています。今日はその取り組みについてお伝えします。まずは前畑秀子さんについてご紹介しましょう。前畑秀子さんは大正3年1914年に現在の橋本市に生まれました。幼少の頃から紀の川で水泳に親しみ、15歳で愛知県名古屋市にあった杉山第二高等女学校に編入。18歳だった昭和7年1932年にアメリカロサンゼルスで開かれたオリンピックに出場し、200メートル平泳ぎで銀メダルを獲得しました。このオリンピックの前年には両親を相次いで亡くしていました。その悲しみを乗り越えての銀メダルでした。橋本市内には前畑秀子の母と刻まれた石碑が建立されています。昭和7年と第10回国際オリンピック優勝記念の文字が見えます。昭和7年のオリンピックでは優勝していませんが、両親を亡くした前畑さんを激励するため、前畑さんが学んでいた学校の学園長が優勝を確信して事前に建立したと伝えられています。4年後の昭和11年1936年に当時のドイツ・ベルリンで開かれたオリンピックでは、期待通り200メートル平泳ぎで金メダルを獲得。日本人女性として初の快挙でした。医師だった夫、兵藤正彦さんが50歳という若さで亡くなった後、再び水泳界に戻り、後進の指導に当たりました。平成3年7月、橋本市の市民プール完成を祝う式典に出席した前畑さん。残念ながらその4年後の平成7年2月に亡くなりました。80歳でした。80年前といえばまだまだ女性の地位は高いとは言えず、スポーツをする女性も現在ほど多くなかった中で、はい、金メダルを獲得するまでにはさまざまな困難があったでしょうね。そうですよね、はい、困難を克服して素晴らしい功績を残した、そんな前畑さんの人生を描く朝ドラ誘致を目指そうという活動をご紹介しましょう。8月11日、橋本市で
全国がんばれの日イベントと名付けられた催しが開かれました。前畑秀子さんが1936年昭和11年のベルリンオリンピックで金メダルを獲得したのが8月11日でした。前畑がんばれと繰り返されたラジオの実況中継にちなみ、この日ががんばれの日とされています。この日、橋本市教育文化会館2階のロビーには前畑さんをはじめ、戦前から戦後にかけてオリンピックで活躍した橋本市出身の水泳選手たちの写真が展示されました。一方、橋本市教育文化会館の応接室では、前畑さんがベルリンオリンピックで着用した競泳着や、前畑がんばれというラジオの実況中継を録音したレコード版など、前畑さんゆかりの品が紹介されました。こちらのコーナーでは、前畑さんをイメージした豆畑というキャラクターのイラストが描かれた缶バッジが作成されていました。この催しは橋本市と橋本市教育委員会、それに前畑秀子朝ドラ誘致実行委員会が主催しました。実行委員会は朝ドラの放送を実現するため、去年6月に発足しました。橋本市や橋本市水泳協会などの団体をはじめ、市民の皆さんで構成され、県もその活動を支援しようと参加しています。前畑さんっていうのがだんだん忘れられてるっていうのが実情だと思うんですね。で、あの女性初の金メダリストが、まあ、和歌山県、まあ、まして橋本市から出てるということをやっぱり忘れてほしくないっていうのが、一番です。で、それをですね、やっぱり、橋本市の小学校中学校をこう、覚えていただいたら、また次つながるかな。で、それが和歌山県なり全国になりというのが一番の思いなんですね。もう今でもですね、やっぱりオリンピックやっててやっぱり盛り上がってると思うんですけども、2020年、東京オリンピックありますので、それのですね、もう前にですね、できたらもう金メダル1号というのはもう絶対変わりませんので、女性初の金メダルというのは変わりませんので、それをやっぱりね、一番、皆さん知ってもらいたいというのが一番です。活動に参加している方にもお話を伺いました。橋本市民だけじゃなくて、和歌山県、それから全国的にも啓蒙させていただいているので、一人でも多くの方に署名していただいて、必ず2020年の東京オリンピックまでには朝ドラを実現したいと思っております。前畑秀子朝ドラ誘致実行委員会では、地元の盛り上がりを NHK に示すための署名集めやPR グッズの作成といった活動のほか、前畑さんの人生をドラマにするために必要なさまざまなエピソードを集める活動も進めています。こちらは橋本市の歴史や文化を研究している市民団体、橋本市町の歴史資料保存会が運営する橋本町角博物館。保存会でも前畑さんに関する資料を集めて、前畑さんの生い立ちや人となりに迫るという取り組みを進めています。実行委員会のホームページもあります。前畑さんの生涯について紹介しているほか、インターネット上で署名をすることも可能となっています。さて、8月11日にはがんばれの日イベントの一つとして、9月のリオデジャネイロパラリンピックに出場する橋本市在住の中村智太郎選手を激励する壮行会も行われました。中村選手も前畑秀子さんと同じ水泳選手、種目も同じ平泳ぎで、今回4度目のパラリンピック出場です。壮行会の最後には会場の人たちが頑張れ三勝、中村選手の活躍を祈りました。
こちらは和歌山市本町の複合商業施設フォルテ輪島にある和歌山スポーツ伝承館。和歌山県ゆかりのさまざまなスポーツに関連する記録や成績を紹介するなど、スポーツの魅力を発信する施設です。現在、前畑秀子特別展が開かれていて、前畑さんゆかりの品々が展示されています。こちらでも朝ドラ誘致を求める署名を受け付けていて、橋本市の前畑秀子朝ドラ誘致実行委員会の活動を支援しています。最後に、伊都振興局企画産業課の林課長に県の支援について伺いました。ドラマ誘致のですね、実行委員会に、準備段階から振興局も、参画しておりまして、で、まあ、署名活動なんかもですね、積極的にこれまでも行ってきておりますし、でまた、まあ、今回の取材もそうですけども、県のテレビであるとか広報誌なんかにもですね、前畑さんの偉大な業績をですね、PR するとか、でまたメディア露出もですね、どんどん高めていって、誘致に向けてですね、しっかりと支援していきたいというふうに思っております。まあ、あの和歌山県もですね、今大変にぎわっておりまして、昨年は、まあ、観光客数でいうと過去最高を記録していますし、この、まあ、橋本伊都エリアもですね、昨年の高野山回想1200年に続きまして、今年は真田丸、まあ、NHK の大河ドラマで、非常に盛り上がっております。でまたこの10月にもですね、この橋本エリア、まあ、黒子道を含めて世界遺産追加登録が予定されておりますので、またますますにぎわってくると思うんですけども、まあ、こういった時期にですね、2020年の東京オリンピックを前に、前畑秀子さんの、朝ドラを NHK で取り上げていただくということは、まあ、和歌山県にとっても非常に有意義なことでありますし、この橋本エリアにつきましても地域振興に、大変つながるというふうに思っております。まあ、今後もですね、和歌山県として、しっかりと、まあ、PR を強化して、まあ、橋本市の今熱意をですね、バックアップするということで、関係機関と連携しながらしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。そして今回のリオデジャネイロオリンピックでは、80年前の前畑さんと同じ女子 200m 平泳ぎで金藤理恵選手が金メダルを獲得して、この種目3人目の金メダリストになりましたね。はい、もちろん1人目の金メダリストが前畑さんということで、前畑さんがクローズアップされるきっかけになるといいですよね。そうですね。はい、それでは和歌山スポーツ伝承館での前畑秀子特別展について改めてご紹介しましょう。和歌山スポーツ伝承館は和歌山市本町2丁目1番地の複合商業施設フォルテ輪島3階にあります。前畑秀子特別展は9月27日まで開催予定です。開館時間は午前10時から午後7時まで、最終入館は午後6時30分です。なお入場は無料です。紀の国21、後半は日本人女性初の金メダリスト前畑秀子さんを主人公にしたドラマ誘致を目指す取り組みをお伝えしました。続いてはプレミア和歌山のコーナーです。プレミア和歌山とは、和歌山県内で生産製造されたもの、安全安心を重視したもの、和歌山らしさ、和歌山ならではのものです。今週はどんな県産品が登場するのでしょうか。ご覧ください。今日は田辺市からのリポートです。今週紹介するプレミア和歌山はこちら、有限会社紀州屋の熊野九十九王子絵巻です。世界遺産に登録された熊野古道は、霊場熊野へと続く信仰の道です。その道筋に祀られた社は王子と呼ばれていました。プレミア和歌山に認定された熊野九十九王子絵巻は、日本画家や郷土歴史家、
書家が記した王子にまつわる風景や歌などを細かに再現しています。有限会社紀州屋ではこの絵巻を土産物店やホテルなどで販売しています。こちらの熊野九十九王子絵巻について教えていただいてもいいですか。はい、著名なこの地方の3人の方々が合同で制作された絵巻でありますね。まず野口民夫先生がこのいろいろ随筆を書かれておりまして、この郷土についていろいろ文章を作られております。この先生がまずこの絵巻ずっと文章を制作されて、この文章を古久保敬水先生が書で書かれて、それから駒井巨峰先生が日本画家の先生ですけどね、この方がこれに絵付けをされた。これが見事合作されて、この素晴らしい絵巻になったと、このような流れでありますね。具体的にはこの絵巻にはどのようなことが書かれているんですか。はい、昔から12世紀13世紀頃から皇族の方々、また貴人の方々、またいろんな方々がこの願いを込めて、この熊野古道を歩かれた、こういうことですね。竹尻王子をはじめいろんなところの王子が祀られております。でその王子さんのそれぞれのことをこの文書の中に記載されておると、こういうことですね。こちらはどこで手に入りますか。そうですね、官府の宿とか王子関係の近くのお土産屋さんで、販売していただいています。喜んでいただいてますので、どうか記念品としてでもお買い上げいただけたら大変嬉しいと思います。はい、皆さんもぜひ有限会社紀州屋の熊野九十九王子絵巻をよろしくお願いします。よろしくお願いします。プレミア和歌山推奨品はホームページで商品リストをご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。それでは今週のプレゼントです。はい、今週はただいまご紹介しました熊野九十九王子絵巻を5人の方にプレゼントします。では今週のプレゼントクイズです。後半でご紹介した前畑秀子さんはどこで開かれたオリンピックで金メダルを獲得したでしょうか。1番ベルリン、2番ロサンゼルス。ご希望の方はハガキかホームページからご応募ください。ハガキの宛先はご覧のところです。応募の際はお名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も8月24日水曜日必着です。プレゼントの応募の際も番組へのご意見やご感想など一言メッセージをお願いします。では8月14日放送分のプレゼント、ごま豆腐の当選者の発表です。はい、クイズの正解は2番の教育でした。当選されたのはご覧の3人の皆さんです。おめでとうございます。紀の国21、来週は知事と語るです。ふるさと回帰支援センター代表理事の高橋博さんと三坂知事がふるさと暮らしの魅力発信をテーマに語ります。それでは今週はこの辺で失礼いたします。